はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。生涯ナチュラルビルダーの健太店長です。今日はですね、減量の、なんだ、ナチュラルビルダーの減量ボディチェックシリーズの動画でございます。はい。今日でですね、減量106日目になります。はい。新型コロナウイルスに感染してなければ、もう今日ぐらいから減量末期に入ってる予定だったんですけども、はい、2週間ほぼ寝たきり になってしまってだいぶ遅れてます。はい。で、昨日チートデイ入れたんで、今日はチート直後の体になりますね。はい。どうでしょう、ちょっとムクムクしちゃってるかもしれないですけど、はい、油昨日 200g 以上入れたんで、はい、炭水化物も相当入れたんですけど、どうですかね。まあ1週間前よりかはまた1キロ落ちて今65キロ、はい、ジャストぐらいでございます。どうですかね。変わりましたか。変わったのかな。ちょっと変わったような気もしないでも、なんかね、みんなから言われるんですけど、生で僕のトレーニングとか体見てる人は、動画だと全然わかんないねって、はい。結構変わってるんですけど、動画だと全然なんか変わってるように見えないんだよね。うん。なんでだろう。うん。このタブレットのカメラがおかしいのかな。はい、ただのデブにしか見えねえよね。うん、今1日1400キロカロリーぐらいでやって、朝も有酸素40分入れて、で、昼間も有酸素、まあ、昼間は20分30分なんですけど、で午後夕方にまた40分有酸素入れて、オフの日でもですよ、あ、毎日ね、そんな感じやってるんで、結構落ちて変わってるんですけど、動画だとあんまりなんか見えないっていうか、わかんないというか、悲しいかな。うん。で、今回ちょっと二頭上腕がなんかちょっと見栄えめちゃくちゃ悪いんですよね。昔は上腕から僕脂肪落ちてったんですけど、はあ、うん、どうですかね。背中いきますか。これぐらい近い方が分かりやすいのかな。うん、ちょっともこもこ凹凸は見えてくる、見えてくるか見えてきてるんですけど、ほんとこの動画映んないんですよ、このタブレット。どうだろう、映ってないかな。ちょっと、うん、まだまだ、もちろんまだまだなんですけど、それにしてもタブレットで撮るとなんか本当に減量やってんのお前っていう、減量頑張ってんのみたいな感じに映っちゃうんですよね。なんでだろう。微妙ですよね。はい、あ。こんな感じですね。ちょっとアングル変えますか。いっか。アングル変えても大して映る内容変わらないんで。まあこんな感じです。はい。まあちゃんと体重は毎週1キロずつぐらい落ちてます。ちょっとコロナの時の2週間だけは何にもしてなかったんで、2週間で 500g しか落ちなかったんですけど、そっからまた、しっかり減量のメニューっていうかプログラムは辿ってるんで、はい、このまま頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
動画の概要欄にね、載ってるあのナチュラルボディビル研究所という僕が運営しております、あのもうナチュラルビルダーナチュラルトレーニーのための、ホームページがありますので、ぜひですね、そちらの方を合わせてチェックしていただけると嬉しいです。ブログの方が結構細かくね、僕のトレーニングメニューとか、減量メニューとか記載してますので、ぜひ興味ある方は一読お願いします。よろしくお願いします。というわけで、また再来週、来週ぐらいにお会いしましょう。さあ、さよなら。